知らんキャバ嬢風紀女です。あもうと風紀して会ってた時も、うん、まあ何回か先生に遭遇してたけど、女の子を帰った後にそのボーイの首を絞めました。マスカットや手出ちゃうタイプで、まあね、拳で語っちゃうみたいな。ちょっと第9回ダメ女図鑑。おね、司会が僕がやるんですけど、星野りくんで、2人がですね、コメンテーターのやる気元気大気ガシン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 戻りジャスティン、なんだってめまあいつもね、あの司会進行は大気がやってるんですけど、はいはい、まあ、にはボケが必要なんじゃないかと、ありがとうございます、ということですね。あの今日はコメンテーターとして来ていただいたんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、見た感じ第一印象どうですか？ギャルですね。顔はね、今回見えてるんで、そうです、あだ名そういうの考えてなかったわ。ああ、いや、でも決めますね、はい、ギャルソネで。いや適当やな。ソネで、じゃあソネで、ソネでいきます。そしてですね、この女の子、はい、知らんキャバ嬢風紀女です。あ、我々は結構聞き慣れた言葉ですけど、知ってる、風紀っていうのはですね、やっぱキャバクラで、女の子と店の人がこう付き合ったり、はいはいはい、まあ、好意に及んだり、それがダメなことなんですよね、一応。まあ、女の子は店辞めたりとか、いろいろありますしね、はい、ダメなことなんで、それを風紀と言います。なるほど、はい、どういう感じで働いてらっしゃったんですか？まあ、1年前ぐらいに、まあ、知らんを覚醒しすぎて、うん、で2回ぐらい出向停止を食らったんですね、1、2週間ぐらい。あ、聞いたことない。まあ、1回聞いてください、ね。まあ、その後にちょっと言っても治らないってなって、まあ、首みたいな。首でもう来なくていいよっていうふうに店長から言われて、あ、じゃあもういいですみたいな。そう、出場停止になった理由は、出場停止になった理由は、特化選手とかじゃない、レッドカード2枚。違うキャバ嬢やから。それ出勤停止はなんで、その一番最初出勤停止になったのは、まあ、簡単に言うと器物損壊を2回ぐらいしてて、クラッシャーで、まあ、1回目そう酔っ払って、で、まあ、店内だと結構高めのヒール、こういうヒール履くじゃないですか。で、まあ、酔っ払って立てなくなって床で寝てたんです。で、立とうと思ってこうなんか壁でこう足をこうついたら、ヒールのままの形で穴が開いちゃって刺さっちゃって、それで1回目で、まあ、注意されて、うん、もうマジでやめてくれと。で、その後もまた同じように酔っ払って床で寝てて、また蹴りを入れて、で、また壁に穴が開いちゃって、同じこと2回するタイプ。やっぱサッカー選手かもだろ。僕もね、キャバ嬢の方がね、酔っ払って穴開けたとか聞いたことあります。そうそうそう、まあ、ただね、なんかちょっと彼女喧嘩っ早いって言いますか。まあ、その辺の話ちょっと聞かせてもらっていいですか？喧嘩早いっていうか、そのまあちょっと首の原因にもなりかけた話があって、まあ、従業員の女の子の中に本当に嫌いな女がいて、で、まあ、その子も周りからまあ嫌われてるんだろうなっていう感じだったんですけど、まあ、ちょっと酔っ払った勢いで、もう些細なことだったんですけど、ムカついて、まあ、ちょっと髪の毛を掴んだとこがありまして、で、蹴りを入れて、で、ネックレスがちぎれちゃったんですよ。あ、で、ふざけんなよみたいな感じで、本当ボコボコにしようと思ったんですけど、止められて店の人に。怪我はもう大したことなかったんですけど、で、まあ、謝罪文みたいなの書かされて、でも反省してなかったんで、何が悪いのか分かってなかったんで、でもなんで私が謝らなきゃいけないのみたいな思う。それは、じゃあ、まあ、まず手を出すことは悪いことっていうのは分かってまあ、でも、怠慢ならいいのかなって。おいおいおい、おい、県外だったらよかったかもね。あ、そこじゃないやん、場所じゃないやん。確かに、いや、確かに神社裏だったら OK じゃん。アホだわ。やっぱキャバクラって、うん、そうドロドロしてるみたいな嫌いなやつがいるっていうのはさ、うん、なんかお客さんから聞いたりとかするけど、実際に手出すってあんま聞かないよ。聞かんね、うん、だってしかも髪の毛なんてさ、みんなヘアメしてね、可愛くしたりしてんだから。で、ネックレスがぶち切れて、いや絶対安いもんだって分かってたから。しかもヘアメもそんな可愛くない。どんどん出る、どんどん出る。顔も可愛くないしみたいな。あ、これはいいやみたいな。体育会系ですね。そうね、かなりの、ね、今回顔を出し、これここまでは出していただいてるんですけど、はいはいはい、今の段階でどういうイメージですか？普通に可愛らしい顔してるじゃないですか。目もね、まん丸でクリクリして、僕の第一印象は主覧です。あー、わかるわ、うんうん、ちなみに今は結構酔い度的にはどのくらい酔ってるの？あ、全くほぼシラフです。アストロング飲んでもだからダメですよ、普通に器物破損するんで。いや、
困っちゃう。スタジオ汚されたらね。まあ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 、それぐらいはあるじゃないですかね。うん、まあギリかな。まあでも関わりたくはない、もう今の時点で。ああ、そうですか。そうやってね、まあちょっと嫌なことがあってね、それはダメなことがあったかもしれないということでなんですけど、はいはい、まあ、ソネちゃんですね、なんかダメなこと率先してやってるんですよね。ソネなぜ、どうした、例えば、ちょっといいですか、なんか店の方となんか、風紀ですかね、さっき言ってたね、風紀、うん、まあ、簡単に風紀とは言いますけどね、どういう感じでそうなったのかっていう。ボーイさんってスーツ着てるじゃないですか、はい、かっこいいね、なんかやっぱ補正がかかるんですよ、なんかちょっと不細工でもいけるんですよ。ナイキンマジックあるね、ナイキンマジックあるね。それもあって、でもそれにしてもまあ結構かっこいい人がいて、わかるんで、なんかご飯に向こうから誘われたりで、なんかしょっちゅう何時間も電話したりすることがあって、じゃあなんかある日で家来ないよみたいな、そういう話が向こうから出て、でもまあバレなきゃいいかって思ったんで、そこから始まって、でなんか私も一緒に住むとかで思ってなかったんですけど、荷物持ってきなよみたいな感じになって、ね、ちょっとだけだったんですけど、ほんと数ヶ月ぐらいの間同じお店にいるにもかかわらず合成してました。ダメだこれ。でちなみに付き合って付き合ってないんですよ。えで私もずっとそのお店で働いてる間もずっと片思いしてて、付き合いたいって言ってたんですけど、まさかの最近元カノと復縁したからもうお前いらないみたいな。あ、まあまあいいんじゃない。まあざまにいるんですよ。まあまあや。でもそのボーイさんと、まあ、一緒に住んでる時とか会ってる時に2回ぐらい他のセフレと遭遇したんですよ。結構やりちんなボーイだったね。系列のキャバ嬢だったりして、そんなボーイなのかな、すごい。いいなって言ってしまったこれ。それってその風紀がなんでバレたんですか。いやー、まあ、匂わせを。その匂わせってのはどういう感じで。でも本当に私が好きだったんで、うん、なんかまあ他にも女の子いっぱいいるじゃないですか、可愛い子もいっぱいいるから、うん、取られたくないっていうのがあって、うん、でうち誰々ボーイの誰々と仲いいチームだ、この間も飲みたしみたいな、ちょっとマウント取っちゃって、うん、それでなんか周りもうすうすあいつは絶対できてるじゃないかみたいなのがあって、でちょっと調査入ってみたいな、でそんな、あと店でも普通になんかチューとかしてました。何それもう。あ、でもさ、こうソネちゃんをお客指名してるお客様からしたらね、お金払って会いに来てんのに、ああ隠れてボーイとチューしてクソキャバ嬢ってなるわけですよ。あるよそれは。だからもうね、待つわけ結局。あ、なんかバレ、バレなかった、完全にバレる前にもうやめて。ああ、ポジティブで、まあ前向きでいい、明るい感じで見透かしないじゃん。なんでそういうことを。家でやっぱそういうなんか落ち込むというか、一人で酔っ払ってたりすると結局寂しいってなって、いやそのボーイと風景して会ってた時も、まあ、何回か久しぶりに遭遇してたじゃないですか。そういうので、え、なんでみたいな、こっちはやっぱ本当に好きだったんで、一番その時は落ち込んでたんで、いやでも自分が悪いよ。え、それはやっぱりさ、ソネちゃん結構さっきから喧嘩っ早いっていうことで、もしセフレと会ったらブチっていきそうだけどね。あ、それはその時は女の子には手出さなかったんですけど、その女の子を帰った後にそのボーイの首を絞めました。マスカクや。手出ちゃうタイプで、まあ、最近マシになりましたけど、なんかそのやっぱお酒入ってちょっと自分が気にしてることとか言われたりすると、ちょっと今まで酔っ払ってやらかした中で一番ヤバかったことは、その元々のお店が結構ビルが高層にあったんですよ。まあ、飛び降りようかなと思ったことあって、おいおい、やばい。でそれは、まあ、マジで止められたのと、あとそっからアイコスを投げました。いやいや、笑い笑い、新品のアイコスを投げました。関係ねえよ、新品じゃない、中古じゃなくて関係ないから。ちょっとやっぱおかしいね。でその時も酔ってたの。その時はもう結構酔ってましたね。お酒飲んだ方がいいね。まあまあそうだけど、確かに店の中だけなんですけど、それやらかしたことある。いやいや、店の中だけはいいとかないからね。キャバクラのさ、うん、やっぱ裏話的な、うん、そのやっぱロッカールームは悲惨な状況になってる。なんかさ、ドレス切り刻まれたりとかなんかあるんかな、ね、いじめとかあるんかな、うん、あ、でも私が働いてる間はその
かったんですけど、うんうんうん、名刺をトイレにばらまかれるとか、ドレス盗まれるとかは結構ざらに聞きますね。聞いてもドレスは聞いたことある。女の子っぽいね、ねネチネチした陰湿な、それやってたりはないよね。あ、それはないね。さすがそれも違う堂々とか拳ね。曽根ちゃんね、こうやって話してるけどね、うちの編集者がね、ぜひドレスで来てほしいですみたいなね、チー牛がね、送って、うん、で、それでちゃんと来てきてくれるようなリスカもあるんですけど、しっかりしてるんですよ。だから本当にストロングのせい。ああ、すべてはね。じゃあ今月収とか聞いちゃいますか。月収いきますね。月収は最高月収、最高月収、最高月収、まあ大体ねですよ。あ、もう全然です。あ、裏引き含めてですけど。裏引きもやっぱするんだ。キャバ嬢も。いや、今はしないです。その周りの、あ、周りは同業者とか、まあ今コロナでやっぱ店が休めるかなってと、うん、結構裏引きの話は聞きますけど。それ、なんて言ってお金もらえるんですか。最初は携帯代とまたって言い始めて、今1万2万ぐらい。それは家賃払えないじゃん。それは複数人に。あ、そんな感じ。この間俺もさ、お客さんにさ、携帯代払えんって言われて、あげたい1万。はい、ということでですね、はい、もう今回はこういっぱいたくさん聞いてきたんで、はい、前のことなんですけど、ダメ女レベルの方ですね。ダメ女レベル知らないの。お前は初めてだから知らない可能性もあるけど。電話してたよ。それでは、先生の方お願いします。はい、せーの、ドーン。おー、それジャスティン。ジャスティンさん、はい、はい、僕はですね、手を出す、これはいけない。うん、しかも女性やったらなおさら、うん、やっぱね、うん、あとは自分を傷つける行為ね、こういうのも絶対にダメです。ただやっぱり根はね、いい人と僕は思いますし、今ちゃんと学校も行ってますし、まだまだ更生のチャンスがあるかなと思って、まあ5点減らした、5% の方でちょっと度数がね、ちょっと低くなっちゃったけど、どうやろ、5% 結構くすいけどね、結構ずらっていう。まあでもストロングよりかはちょっと下げ気味でやったので、はい、5% というか。それでは大吉さん。まあこれちょっと高めの理由は、まあ悪びれない、ちょっと酔っ払うと私ダメになっちゃうんですよ、あんまり良くないんですけどね、これはいいです、うん、ただ曽根ちゃんの場合は、うん、いや、怠慢ならいいじゃないですか。これも治安悪いですね、さすがに。周りにこういうね、女の子がいたら僕は結構説教します。ダメよ、そんなことした。なので、まあちょっとダメ女レベル高めで。なるほどですね、ありがとうございます。投げないでください。じゃあその風紀してた元カレみたいな人に向けて一言言ってもらおう。なんで顔は可愛いのに付き合ってくれたかというか、気になって仕方がありません。元カノの顔見せてください。ありがとうございました。怖いな最後が。面見せろだって最後。気強いな。はい、皆さんお疲れ様です。はい、あれどうでしたか。初めてそっちに座ったし、え、こっちの方が楽しい。あ、本当。ただね、司会してる側からするともっと喋ってほしいね、君たち。ああ、そう思うでしょ。思う思ってた。そうよ。あ、そうなんだ。もっとこれ喋れよ。でも、面白い人知らない情報を聞けるの。そうだね、うん、え、終わり話広げてというボケじゃない。どうでしたかって。こっちがいい。いや、違う。あ、違うね。俺らのやってることじゃなくて、あの子に関してどうでしたか。でも、多分、なんか僕たちって、まあ、お客様もそうだけど、近い距離にキャバ嬢ってあるから、ね、結構知ってることが多いじゃないですか、情報が、ね、そう知らない人が見たらどうなの。知らない人が見たら結構衝撃なんじゃない。キャバ嬢って可愛いとか。でもちょっと待ってください、キャバ嬢の方が全員こうではないので。あ、はい、そうです、はい、あくまでね、曽根ちゃんが、ま、それは俺らやってること一緒だからね。それそうだ、まともに真面目にやってる人もいますし、空気やらないし、真面目にいい人もいます、たくさんいますので、そこら辺は勘違いしないように。はい、そうですね。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは皆さん、また来週。ほい、ベン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 ドシタイマン晴れ。インラン、ショタコン女さん。大丈夫。最近ね、ツルツルしてる感じ。はいはい、高校生、それっていいの。